C. カズオ、C. カズオ、C. カズオ、1954年7月29日体は、日本の政治家。衆議院議員、通算休期。1990年から2000年まで、日本共産党初期局長。2000年から、日本共産党委員長。千葉県インバグに四街道町。現、四街道市生まれ。千葉大学教育学部附属小学校。 千葉大学教育学部附属中学校、千葉県立千葉高等学校、東京大学工学部物理工学科卒業。大学一年生の時、小選挙区制反対運動をきっかけに、日本共産党に入党した。宮本賢治の長男、宮本太郎の家庭教師を務めていた。大学卒業後、当東京都委員会に就職、早稲田大学などの青年学生運動を担当。 1982年昭和57年から日本共産党中央委員会で勤務した。イリー父が1985年の日本共産党第17回大会に際して東京都大会で代表となり中央委員会への批判を公表した。日本共産党中央委員会議長を務めていた宮本賢治の辞任を要求し減少していた共産党の統制を 立て直そうと提案する。これが所属の支部で可決され、都大会の大議員として選出されるべく、東大大学院の他の支部にも働きかけ、6割の支持を得て可決された。これに対し、当時日本共産党中央委員会、青年学生対策委員だった C. 和夫は、宮本賢治の直接の支持を受け、党の規律に背いて、 他の大議員に対し働きかけた文化活動と定めし、医療1986年に日本共産党から除名し追放した。この働きを認められ、宮本賢治による抜擢で1987年、昭和62年の第18回党大会で準中央委員に選出され、1988年、昭和63年に初期局員に任命される。 1989年、平成元年に、党中央委員に昇格し、日本共産党規約によれば、中央委員に決員が出た場合は、日本共産党中央委員会総会の決定で、準中央委員を中央委員に昇格させることができる ?1990 年、第19回党大会で、中央委員に再選され、第1回中央委員会総会で、 当時35歳の若さで当初期局長になる。この時以降、党幹部としてマスメディアに積極的に登場するようになった。それまで議席を持たない非国会議員であったが、1993年、平成5年の第40回衆議院議員総選挙に旧千葉1区より出馬して初当選して衆議院議員となった。以後、比例単独1位による連続当選。 2000年、平成12年の第22回党大会から不破、鉄道の公認として、党委員長となった。2001年、平成13年の参院選で党のテレビ CM に出演。身の引き締まる思いと言いながら、ズボンのベルトを締めると胸が、風船のように膨らむというコミカルな CM で話題になった。2006年、平成18年、 日本共産党の委員長として初めて韓国を訪問。日本が韓国併合時代に政治犯を収容した西大門刑務所後の歴史館を日本の政治家として初めて視察し追悼碑に喧嘩をした。その際、歴史館館長と会談をし、日本共産党は当時から朝鮮愛国者の独立の戦いに連帯しており、 韓国とはこれまでいろいろな事情で交流できなかったが、歴史認識は同じであり、これからは交流をしていきたいと話した。2008年、平成20年10月、ニコニコ動画に C ・カズオチャンネルを開設。2010年、平成22年4月、歴代党委員長の中で初めて訪米した。委員長就任以来、森内閣、小泉内閣、安倍内閣、 福田内閣、麻生内閣と続いた歴代の自公連立政権を批判してきたが、2009年、平成21年の総選挙で民主党、国民新党、社民党連立による鳩山内への政権交代が起きた。これに対して、市は良いことには協力し、悪いことには反対するという建設的野党の立場で臨むとした。2010年、 平成22年5月28日に鳩山内閣が沖縄県の普天間基地の辺野古への移転を認める日米共同声明を出すと県外、国外という自らの公約への裏切り県民の相違踏みつけと批判した TPP 参加問題に関しては国家の経済試験に関わる問題として当初より売国や亡国などの表現を使い鳩山内閣に続いて成立した 民主党政権の菅内閣及び野田内閣の TPP 参加方針を批した。また野田内閣下で合意された消費税増税を含む社会保障と税の一体改革に関する民主党、自民党、公明党による三党合意を議会制民主主義を蹂躙する暴挙と批判した。2012年平成24年12月の総選挙により事項。 連立政権の安倍内閣に戻ったが、引き続き野党の立場を取った。安倍のミクスについては、国民の所得を良くし、内需を良くする矢は一本もないとして、毒矢と批判。特定秘密保護法は、憲法の平和主義、国民主権、基本的人権に反している、違憲立法として批判した。消費税8%への増税も批判した。 テロ等準備罪についても内心を処罰する者、監視社会になるとして批判した。2016年、平成28年の年金改革法案は、物価が上がったとしても、賃金が下がった場合に年金を下げるという、現行の年金制度の根幹を大きく変えるとして、批判し、TPP 承認案、関連法案は、トランプ氏は二国間 FTA、自由貿易協定を言っており、 日米 FTA の交渉になった場合、この情報したところがスタートラインになって、さらなる情報が迫られると批判し、安倍政権の政策の中でも2015年、平成27年の安全保障関連法は、戦争法として特に強く批判しており、これを機に同法廃止に向けて野党が結集すべきことを提唱し、 民主党をはじめとする他野党との選挙協力を推進するようになった野党と市民の共闘。岡田克也ついで連邦が代表を務める民進党と共闘を推進したが、2017年、平成29年9月に共産党との共闘に否定的な前原政治が民進党代表に就任し、総選挙を前に前原は希望の党との合流を前提に、 民進党候補を立てないことを決定。これについて、C は安保法制イコール戦争法を容認する希望の、党は自民党の補完勢力とした上で、前原の決定を二県の共闘の積み重ねを否定する重大な配信行為と批判した。以後は、その騒動で民進党から分裂した立憲民主党などと共闘関係を継続した。2018年、 平成30年3月には、立憲民主党などと共に、原発ゼロ基本法案を共同提出した。同法案について、野党共闘の柱にしっかり座ったと述べた。軍事同盟の日米安保の破棄を目指し、代わりに、対等、平等の日米友好条約を結びたいとしている。また、米国の誤った政策には厳しく反対するが、 独立宣言に発する偉大な民主主義の歴史と伝統に対しては深い敬意を持っていると述べており、反米主義ではないとしている。アメリカを帝国主義と批判しているが、バラク・オバマが大統領に就任して核廃絶の方針を訴えると手紙を送るなど、アメリカへの歩み寄りの姿勢を示すようになった。2010年4月から5月にかけて、 日本共産党党首として初訪米。その訪米についての党への報告の中で訪米に踏み切った理由について、米国はかつては日本共産党員の入国が許されない時期もあり、1980年代までは入国それ自体が困難だったが、米国社会は変化しつつあり、反響の壁も崩れつつある。その変化はオバマ政権では特に進んだと思う。 私たち自身も、公領を今の世界にふさわしく発展させ、植民地体制が崩壊した21世紀の世界の元では独占資本主義の国だから帝国主義の国になるとは言えない。帝国主義かどうかは、その国の取っている現実の政策と行動で判断すべきだというように帝国主義論を発展させた。その米国については、その世界政策を分析して、 紛れもなく帝国主義との判断をしたが、同時に、その米国も将来にわたって固定的に見ないことを確認した。米国であっても、世界の平和や進歩の流れの下で、前向きの態度を部分的に取ることもあり得るだろう。そうした変化が起こった時には、複眼で捉え、覇権主義の政策と行動は厳しく批判するが、前向きの変化はしっかり捉えて対応するという。 方針を確認した。米国について、より事実に即した原則的かつ柔軟な見方が可能となり、オバマ政権のもとでの変化への対応が可能となり、訪米に結びついたと説明した。2006年9月に日本共産党党首として初めて韓国を訪問した。その法官の報告で、C は、韓国は長らく反共国勢とし、 軍事独裁政権が続いてきた国だったが、民主主義がダイナミックに発展し、反響の壁は、少なくとも、日本共産党との交流ではほとんど、感じないほどまでに崩れつつあると述べた。またその時の韓国各界との交流から、歴史問題の解決、日本帝国主義の侵略戦争と植民地支配への反省が、日韓の本当の友好関係を築く上で、土台であることを痛感したとしている。 2009年の在日本大官民国民団の新年会に出席した際には、尾形康夫副委員長、国際局長、小池晃参議院議員、政策委員長、井上哲司参院議員と共に、歴史の真実を日韓での共有が有効の基礎で、あ、日本共産党はそうした立場で活動していますと述べた。2010年8月15日の民団中央本部が、 開いた第65周年幸福節、中央記念式では、韓国併合条約は、日本が韓国に対して、軍事的強圧によって一方的に押し付けた不法、不当な条約です。侵略戦争と植民地支配を美化する、歴史教科書問題を解決し、新しい世代に、歴史の真実を伝えなければなりません。旧日本軍による、従軍慰安婦問題等について、 日本政府は謝罪と保証を行い問題の真の解決を図るべきです。と挨拶し、拍手を受けた。中国については、社会主義を目指す、新しい探求が開始された国と高く評価しているが、近年の同国の国際的動向には、各兵器問題、東シナ海、南シナ海での力による現状変更を目指す動き、国際会議の民主的運営を踏みにじる、やり方などから、 新しい大国主義、派遣主義が見えるとし、これが今後も拡大していくなら、社会主義への道から決定的に踏み外す危険があると、継承を習っている。また、中国政府の弾圧を受けていた民主化運動家、劉明派が、ノーベル平和賞を受賞した際には、中国における政治体制の問題として、将来的には、どのような体制であれ 社会に本当に目を下ろしたと言えるためには言論による体制批判に対してはこれを禁止することなく言論で対応するという政治体制への発展を展望することが重要だと考えるという立場を1998年の中国共産党との関係正常化以降中国に対してたびたび率直に伝えてきたと述べた北朝鮮については 社会主義とは無縁の独裁先制体制と批判している。2015年11月7日にテレビ東京の番組に出演した際にはリアルの危険は北朝鮮や中国ではなく自衛隊が中東、アフリカで一緒に戦争をやることだという旨を述べている。北朝鮮が翌年1月6日に4回目の核実験を行うと C は地域と世界の平和と安定に対する 極めて重大な逆行であり、北朝鮮の核開発の放棄を求めた類似の国連安保理決議、六カ国協議の共同声明、日朝平安宣言に違反する暴挙である、国際社会が一致して政治的外交的努力を強め、北朝鮮に核兵器を放棄させるための実行ある措置を取ることを強く求めるという声明を発したが、同年1月8日に BS 富士、 BS フジライブプライムニュースに出演した際には、ソリマチオサムから、リアルの危険は、北朝鮮や中国ではなくの発言について撤回した方がいいのではないかと追及を受けた。これに対して、C は、安保法制イコール戦争法の一番の具体的、現実的な危険は、どこにあるのかという文脈で話した。北朝鮮の核開発が脅威でないというようなことを言ったわけでは、全くない。 と反論した。核問題をめぐる北朝鮮への経済制裁には反対していないが、武力行使には一貫して反対している。また、圧力と同時に対話が必要と主張し、安倍政権の取り組み方は対話否定、圧力一辺として批判している。2009年に民団新年会に出席した際に、地方参政権について日本共産党は、 永住外国人に選挙権だけでなく非選挙権も付与する立場で頑張っていますと述べ、1日も早い立法のために努力すると約束した。日米安保条約反対、自衛隊は憲法違反という立場を取っている。ただし、自衛隊については即時廃止ではなく、国民の合意を得ながら段階的に解消するとしている。詳しくは、日本共産党を参照。 旧白不正の試験侵害があれば自衛隊も活用するとした自衛隊活用論。2015年9月19日、参議院で安全保障関連法の採決を控えた頃、衆議院で内閣不信任決議案に賛成の立場から討論を行った。討論の中で安倍政権の3つの滞在一憲法の平和主義を壊す。 海外で戦争する国への暴走に解釈会見による立憲主義の根底からの破壊産異論や批判に耳を傾けない民主主義否定の姿勢を主張して野党席から大きな拍手が起こった。その一方で安全保障関連法は与党に採決された。翌日の9月20日には最終的に安保法廃止で一致する政党、団体、個人による 選挙協力を行う内容の国民連合政府構想の提案を行った。2005年のスマトラ沖地震、2008年の四川大地震の際には人道支援による自衛隊海外派遣を否定しない発言をしている。2016年1月28日の衆議院本会議の代表質問で沖縄県民の度重なる新基地建設反対の民意が選挙結果によって 示されたことを踏まえ、辺野古への新基地建設に強く抗議した。2008年2月8日、衆議院に予算委員会で質問に立ち、労働者派遣事業について、規制強化を要求した。小泉政権の規制緩和により解禁された、日雇い労働者について、日雇い労働者の劣悪な勤務実態の実例を列挙し、政府に規制強化を要求した。また、派遣労働者に、 過酷な労働を強いる労働者派遣業者や宅配業者の実名を挙げ政府に対策を要望した。それに応えて内閣総理大臣の福田康夫が厚生労働省の研究会に規制強化を検討させる考えを表明した。質疑の様子は YouTube などにアップロードされた数、閲覧された。ニコニコ動画では投稿を3日でコメント数が4000件を超えるなど大きな反響を呼んだ。 2008年12月11日、記者会見で大企業などによる中途解雇や雇い止めに対して非正規労働者らが労働組合などを結成し撤回を求めていることについて労働者の社会的反撃が始まった。労働者が団結して不当な首切りから雇用を守る戦いが発展することは大事。我が党は今労働者が反撃に立ち上がる流れに強く連帯して 戦いを展開していきたいと語り、積極支援する姿勢を強調した。ただし、労働組合の関係者からリストラ阻止に向けた取り組みを求められた際、拒絶したことがある。2015年2月23日、衆議院予算委員会で長時間労働の問題について審議を行った。審議の中で、日本経団連、経済同友会役員企業35社の 残業上限協定のデータを取り上げ、33社が月45時間の大臣告示を超えた協定、28社が政府が過労死ラインと定める月80時間以上の協定を結んでいる実態を明らかにした。この審議の中で C は月45時間の大臣告示の規制を法律化し、法的拘束力を持ったものにすべきと主張した。 選択的夫婦別姓制度導入には賛成の立場を取る。本当の意味での両性の平等、個人の尊厳、基本的人権の観点から認めるべきだと述べた。ジップは、元、千葉県船橋市議会議員、日本共産党の、C、ヤキヨシ、1929年から2005年であり、両親とも教員で、日本共産党員であった。旧日本陸軍中将。 C. マサト、1889年10月22日から1945年5月6日、和実祖父、第二次世界大戦終戦時の日本軍第三、方面軍参謀、少佐で、シベリア抑留後は、外務省職員であり、ソ連の工作員、KGB のスパであった、C. 少子はおじ。演説内容を本にまとめたものが多い。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。